横田基地の花火ですけれども、終わりましたね、どうもね、30分ぐらいねやるような話でしたけれども、蓋を開けてみたらですね、まあ20分ちょっとぐらいかなっていう感じでしたね。はい、また新しい情報等がですね入りましたら随時ですね動画にてアップしたいと思います。現場からは以上でございます。西多摩新選組のチャンネルでございました。